ケラトプスは北米の白亜紀後期カンパニアンの地層より発見された断片的な角流の化石に基づき命名された属名である。ケラトプス類の中ではモノクロニウスと共に最初期に発見されたものの一つであるためその分類には混乱が多い。1906年にリチャードスワン・ルルによりケラトプス属の一種。 ケラトプスベリがカスモサウルスとして独立させられた経緯はあるが、ケラトプスは2017年現在でも、書類上は有効名である。これまでにカスモサウルス以外にも、メデューサケラトプスやスピクリペウス、セントロサウルス、アバケラトプスなどがケラトプス、あるいはその一種ないし単一の標本と同一ではないかと議論されてきた。マーシュによる、 模式標本の図ケラトプスの最初の標本は、高等化と核心で、1888年の終わりに、ジョン・ベルハッチャーによって、モンタナ・シューブルイン郡、カウクリーク近郊にある、ジュディス・リバー位相最上部で発見された。標本は、同年、マーシュによって親属新種の県流類ケラトプス、モンタノスとして記載された。何しろ角竜類の科学的発見第1号であったので、 まだ角竜類は世に知られておらず、マーシュはそれについて非常に奇妙な外観を表していると記述した。この際、目の上の角は前後が逆向きに復元された。ホロタイプアセンム2411はカンパニアンキの地層から見つかった。高等角とは別に約22センチメートルの長さの2つの上が暗価格もホロタイプに含まれている。そのうち右のものは 前頭骨の一部を伴っていた。マーシュは、その後、2つの臨場骨の標本、アセンム4802とアセンム2415を記載した。しかし、これらは現在、セントロサウルスあるいはアバケラトップスであると言われている。1906年、リチャードスワンルルは、ケラトップスという学名はすでに1815年に、コンスタンティン・ラフィネスクにより、 鳥類の一つに使用されていると指摘した。しかし実際にはそれは無効名であり、本来は使用可能だったのだが、ルルはそれにもかかわらず、暫定的にプロケラトップスプリセラタップスという代替名を提案した。こうしてプロケラトップスが意味もなくケラトップスのシノニムとなった。すでに20世紀初頭には新たな発見により、 ケラトップスの限られた標本を他の関連する形態と区別することが、如実に困難になっていた。今日ケラトップスは無効名ではないにしろ、疑問名と考えられている。しかし、ケラトップスのホロタイプとの検証可能な関係を持つ、可能性のある、新規の標本の発見があれば参照され、時折名称の有効性に関する主張がなされる。1995年、 トレックスラーとスウィーニーは、モンタナ州で発見された、ボーンベッドに保存されていた、頭骨化石が、アセンム2411と同じ形質を持つとして、ケラトプスの新模式標本として、再記載可能であると主張した。その場所は、マンスフィールドボーンベッドとして知られ、オリジナルのケラトプスを産出した地層と、相除的にも同じ年代である。それは、最初に、 スパイク状のホーンレッドからスティラコサウルスであると思われていたが、後に同ホー,ーンレッドから発見されたウェガン価格の存在から再考察され、ケラトプスである可能性が示唆されたのである。しかしそのケラトプス類は後にアルベルタケラトプスネスモイとして新種記載されることになり、さらにその後、メドゥーサケラトプスロキーとして改めて新種記載された。1九9九年、 ポール・ペンカルスキとピーター・ドッドソンは疑問名として扱われるべきであると主張した。なぜなら、ケラトップスは、アバケラトップスと限りなく禁煙で、おそらくはその生態であると思われるのだが、それを証明するにしては、標本の持つ情報があまりにも貧弱であり、十分な資料がないためである。1889年に、マーシュは、ケラトップス第二の種。 ケラトップスホリドゥスセラタップスホーリダスを記載した。これは、まもなく、トリケラトップスホリドゥスとして記載し直されることになった。これにより、C ホリドゥスは、トリケラトップスの模式種となった。その記載論文中で、マーシュ自身が1887年に、バイソンの全滅種として記載していたビソンアルティコルニス、バイソンアルトコーニスがケラトプスアルティコルニスセラタップス、アルトコーニスとして、 再記載された。1890年、マーシュは、ハドロサウルスパウキデンスハドロウソリスポーセデンズも、ケラトプスパウキデンスセラタップスパウキデンズに変更した。しかしハッチャーによって、ハドロサウルス類として分類された、元気祭の標本はおそらくハドロサウルス類で正しい。1905年、ハッチャーが3種のモノクロニウスを解明し、ケラトプスの種として再記載した。 エムレクルビコルニスエムリッカービコーニツ、エムベリモノクロニアスベッリ、エムカナデンシスモノクロニアスカナデンシスを、それぞれシーレエクルビコルニス、シーベリ、シーカナデンシスとしたのである。シーベリは20年後の1925年に、ウィリアム・グレゴリーによって親族カスモサウルスを与えられる。グレゴリーは、ケラトプスとされる恐竜はすべて、カスモサウルスと同じであると考えた。 しかしその考えは現在ほとんどの研究者に否定されている。2005年、モンタナ州、ファーガスカントリーのジュディス・リバー・類層で非常に保存状態の良いケラトプス類の頭骨と後頭骨が発見された。ジュディスという愛称をつけられたその標本は、予備調査の段階で、シーモンタノスに近いことが指摘された。ロケーション的には、シーモンタノスが見つかった場所と、 数キロメートルしか離れておらず、相乗的にも近い、もしくはわずかに上層である。2016年、新種がスピクリペウススピクリピアスと命名された。被災者はケラトプスが、スピクリペウスと同一、もしくはアルベルタケラトプスの成長途中の個体であると、し、疑問名であると、改めて指摘した。疑問名となった後も、ケラトプスかとケラトプス赤の二つの分類群でその名が、 使用され続けている。ありがとうございます。